抗うな。無駄だ。問題はこれだ。My best friend to 23. She left her body in Harvard above me. リンはそれが分かっていて、敵に向けたお前の雷霧を利用し自害した。愛する人の手によって死ぬことを決めたのだ。木の葉を守るために。たとえお前がどう言おうと、俺にとってリンを守れなかったお前は偽物だ。リンは俺の中では死ぬべき人ではない。よって死んだリンは偽物でしかない。リンは生きていてこそリンなのだ。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、佐藤、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのは世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだって。俺はあの子にかつてのお前の言葉をそのまま伝えた。かつてのお前ならナルトと同じことを感じ言うはずだ。そして今でもそうだと。見てみろ、俺の心には何もありゃしない。今はもう痛みさえ感じやしない。後ろめたく思わなくていい、カカシ。この風穴はこの地獄の世界に開けられたものだ。かつての俺のここには痛みしかなかった。それに何の意味がある。だから全てを捨てた。お前だってずっと苦しんでいるだろう。リンの墓の前で、俺の墓の前で。カカシ、もういいんだ。お前ももう苦しまなくていい。リンはここにいる。好きだよ、カカシ。お前にとって理想の俺も一緒にな。俺は火影になるぞ。好きなものを望め。この現実の世界では全て手に入る。お前の心の穴もすぐに埋められる。リンはもういないんだ。それにお前はまだ生きているだろう。こんなもので本気で心の穴が埋まるとでも思ってるのか。生きていたリンの思いまで消すなよ。リンは命を懸けて里を守り残そうとしたんだ。一人で妄想ばかり穴に詰め込んでみても心の穴が埋まるわけがない。抗うな。無駄だ。問題はこれだ。これで平和を実現できる。